どうしたものかしら。ファナティアだ。どうしたんだろう。あら、キリト。よ、ファナティア。何か悩み事でもあるのか？ええ、そうね。大した悩みでもないのだけど。俺でよければ話を聞くよ。いいの？そのね、意外とキリトは適任かも。俺が、なんだって？実はね、子供のあやし方がよくわからないの。子供のあやし方？どうしてまたそんなことを？小さな子供って何をすれば喜ぶのかよくわからないの。私のあやし方が悪いのか、急に泣かれたりして困っているのよ。へえ、ファナティオが子供をあやしているのか。意外だな。何か言ったかしら。いや、なんでもない、別に。そうだな。俺も詳しくはないが、いないいないバーとか、高い高いが妥当じゃないかな。いないいないバー？高い高い？一体どんなものなの？私にもできるのかしら。ああ、とても簡単だよ。俺のいた世界じゃベタだけど、これぞ定番ってやつさ。泣いてる子供が相手だったら、こうして両手で顔を隠して、いないいないバーって感じ。そんなことで子供が喜ぶの？にわかに信じがたいわね。こっちの世界じゃ逆にどうやって子育てしてるんだよ。ねえ、もう一つは？その高い高いってどんなものなの？それならもっと簡単だよ。小さい子供をこうやって抱えて、高い高いって抱いたまま持ち上げてやるだけだ。あら、そっちの方が簡単そうね。私でもすぐにできそう。ちょっと揺らす感じだな。子供なら大抵喜ぶよ。そうなのね。わかったわ。やってみる。ありがとう、キリト。相談に乗ってくれて。なに、これくらいお安い御用だよ。やっぱり子供のことだから、あなたに聞いて正解だったわね、坊や。そういう時だけ坊やはやめてくれよ。冗談よ。本当に感謝しているんだから。それじゃあ私は行くところがあるから。ああ、それじゃあ。随分と嬉しそうだったな。どっちが子供だよ。